絶好調に OK。 めっちゃ昼間ですよ、今から5月5日は子供の日ね。今からおうち焼肉するので、いいな、いい、ちょっと曇り加減で気候もちょうどいいぐらいなので、もう一気に今日でね、なんか夏の服装にもうとてもじゃないけど長袖も着れんようなね、気候やったっけ、半袖ですけどね、今日はちゃちゃっと投稿しといて、やっぱちょっとお酒飲むんでね、もう出てこれないので、今日はもういっかとか思ったけど、やっぱなんかね、コロナが収束するまでね、やろうかと思うので、で今日ね朝田植えだったんですよ。で昨日の夜まで朝8時からね田植えするからねとかめっちゃみんなに言っといて、8時ちょっと前ぐらいまで布団の中で携帯を触りよって、もこさんからね、お父さんまだですかってうわ忘れちゃったみたいなね、で急いで田植えに行って、でね、田植えするとね、ご先祖様にね、今日もいいことしたよってってね、まあ、うちのお父さんの口癖が田んぼ仕事をすると今日はいいことしたなって言ってたんですね、いつもお父さんが。だからご先祖様にね、いいことしたよって報告して、田植えして、で今に至ります今から焼肉なんでね、ちゃちゃっと、終わらせて、今日の朝ね、今本を1週間ね紹介してるんですよね、でちょっと、本がなかった、持ってこなかったので、コピーしたんです。この小林正観さんのね、宇宙を味方にする方程式ね、この本をまあ何ですかね、自分が成長していく過程で五日市さんのね、魔法の言葉と、アルケミストとかで3番目がないと、3番目の天風さんか、これ4冊目だ。天風さんの本で命が助かったんですね、で会社退院して、それでもずっと天風さんの本を読んで、で実践していきよったんやけど、やっぱ昨日も言ったんやけど、天風さんの本はちょっとね、やっぱこうきちっとしてるんですよ。本当教科書みたいな感じ、もうプラス思考、ね、精神論の本当教科書みたいな本、なので、ちょっと俺はやってて、だんだん、ね、絶対積極、ね、でポジティブになればポジティブになるほど周りのマイナス面が見えたり、なんかちょっと苦しくなってきたんですね。で本当会社をリーマンショックでね、会社が希望退職を募ったんでね、その時に辞める、ちょっと1年前ぐらいから、とにかく僕が天風さんの本で一つ理解できなかったのが、やっぱ宇宙真理ですよ。宇宙のエネルギーが、注ぎ込まれると、いろんな苦難困難は解消されるってね、それがどうしてもわからない、結果手術もしたしね、リハビリも頑張ったし、どうにもならない、痛みとをプラスに変えながら、プラスに変えながら笑顔になりながら、こなしていって、ね、あとは瞑想とかね、そういうのも、それは瞑想とか未だにあんまよう分かんないですしねとにかく瞑想しようと思ったらすぐ寝ますからね瞑想ってでそうやってた時にね、宇宙っていうのにポンって目に入ったのが正観さんの本だったんですよ。宇宙ってね、宇宙の方程式みたいな。でこれを読んで理解ができなかったんですよ。これを読んでも、だから宇宙って何みたいな感じだったんですよね、その時は。今はもう完璧に理解してるんやけど、それは後で出てくるんでね。で正観さんの本で何が楽やったかちょっと、その私は力だ、力の結晶だとか、結構天風さんは長い証拠が多くて、もう正観さんありがとうなんですよ。ありがとうを何万回、何十万回、何万回言うと、なんかちょっと、ね、思考が変わるみたいな。でそれを言ってる間に、いや私変わらなかったんです、ね、変わらなかったらね、何万回、1万回としたらね、1万回言うまでに不平不満口ないこと言いませんでした、言ってましたで、ね、いやそれも言ってないです、でもなんか変わんないです。じゃ天候にね、天候に文句とか言ってないですかと、
とかいろいろなんかそんなに頑張らなくてもいいよって、絶対積極ね、ただ意識もね、天風さんは絶対積極、何があってもね、天風さんテニスしててね、負けてもね、今日はそっちが勝ったって、今度は俺が勝つでって、負けたっていう言葉言わないんですよだからで、そこまでやってたんです、やってたってか、うん、やってたんですよ、やってたけど、やっぱりどうしてもこう、ね、周りのマイナスなものがとまだ心がだから強くなかったんですね。まあいいや。でそうやってたら、その清官さんのはそんなに頑張らなくてもいいよって、目の前のことをね、ありがとうありがとうって言ってたら、いいんだよっていうような、でこの時に、まあ、天国ひとりさんの言う天国言葉みたいな順番が違うけど、なんかね、楽しい嬉しいついてるとかいう、なんか小林聖華さん7つぐらいの言葉やったかな、とにかくちょっと楽だったんですね、でとにかく目の前のことをやってたらいいよって、ああ目の前のことをやこうそのありがとうってね、ありがとうありがとうとか笑顔とかね、そういうのでやってたらいいんやとか、で聖華さん、天風さんはそんなに不思議系は中本の中でそのなかったんですよ。で聖華さんの不思議系が結構あったんですよね、雲を消したりとか、スプーン曲げたりとか、 それを面白おかしく、でその時にちょうど YouTube とかでも聖官さんの話があったんですね。で生まれ変わりの話とか、そういうのがやっぱめっちゃ面白くて、結構ハマって本も読んだし YouTube も見たし聞いたし、ですごい救われたんですよ、その時、ああそうなんやって、なんかやっぱ周りの人もプラスにならないといけないみたいな感じがあったんですよね。でそんなんじゃなくて自分さえポジティブになればいいよみたいな、そうは書いてないけどそうは書いてないけど、なんかそんな感じにね、あとりあえずまずは自分が、ね、ありがとうありがとうって言えるようになろうって、自分だけがね、人に強要とか人にこう見せるとかでもなしに、なんかとにかくバレないようにでもいいけ、自分だけがねまずはポジティブになろうって、ちょっと気が楽になった本だったんですね。だ今でもやっぱ聖官さんの本は見るし、 YouTube 今最近またね、このコロナのおかげかな、聖官さんの YouTube がまた出だしたんですよ。結構面白いんでね、これ見てる人がいたら聖官さんの YouTube 聞いてください。ひとりさんのと、まあ、同じぐらいというかね、ひとりさんの YouTube もいっぱい出てますけどね、聖官さんのは、まあ、そこまではないけど、やっぱこう聞いてて、今聞いても、あ俺はやっぱこっちタイプなんだなって。だから目標達成型と天命追求型、目の前のことをやってたりいい人と、ちゃんと目標を立ててそれに突き進んでいけばいいやり方と、やっぱタイプがね、いつも言うようにタイプがあるんでね、俺はこっちの目の前のことを一生懸命やってたら、良くなっていくっていうタイプなので、とてもいい本でしたね。で明日5冊目かも、あと3あ567あと3冊だ。これなんかね、本の紹介ってやっぱいい、面白いですね、やらせてもらって。最初は自分がやる分にはいいんですよ、誰か紹介がね、誰かにしてもらおうっていう、紹介する人がおるかなっていうのだけがあって、まあいいや誰かいるでしょう、ね、あと3冊か、しかも3冊も決まってるんですけどね、もう本はいっぱい読んでるからね、そのいっぱい紹介したいんやけど、まあとにかく俺がちょうど俺がこうやってこの10年間で良くなった、人生がね、絶好調になっていった過程の中のちょうどな、本当は8冊なんですよ。その1冊はね、一番最初に言ったけどワンピースなんですよワンピースね、あれを一番最後にアンカーに持ってきたかったけど、やっぱ漫画の本は、ちょっと載せん方がいいかなと思って。でもワンピースですよ、ワンピースはもう素晴らしい、あれに何度救われたことかよし、ちゅうことで、おいいね。じゃあ今日のひとりさんの言葉ね、ちょっと長いけどね、人生って楽しいことばかりじゃないけれど、苦しいことや辛いことを乗り越えてほっとした時、いつも心に浮かぶのはこの一言です。お母さん、私を産んでくれてありがとう。生きていると楽しいこともあるし苦しいこともあります。ただ景色のいいところや美味しいお店を見つけた時、
今度はお母さんを連れてこようと、何かにつけてお母さんという言葉が頭に浮かぶものです。そういえばお母さんが産んでくれたから、おいしいものも食べられるし、綺麗な景色も見られるし、素敵な人との出会いもあるわけです。本当に産んでくれただけでありがたいですよね。よっしゃ。そうです。今日こそね、兄ちゃんと田植えしようときに、お母さん最近もう2ヶ月ぐらい会ってないですからね、コロナのおかげで。でなんかテレビ電話かなんかでね、今ちょっと会えるようになったみたいなので、いや久々に会えるなと思ってね、いや本当いつも思うけど、育ててくれたのもお母さんやし、病気を助けてくれたのもお母さんやし、病気に打ち勝つメンタルを作ってくれたのもお母さんやし、こうやってね親孝行させてくれるのもお母さんやし、もうやっぱお母さんとね、やっぱ嫁さん、娘たち家族、やっぱ男って女性に育てられてますね。それはね、しみじみ思う。でもね、もうお母さん大好きですよ。ね、よし、じゃあ今日は今から帰って焼肉します。よし、今日何の話？ああ、聖寛さんのね、そう、目の前のことをね、一生懸命ね、やって、ありがとう、ありがとうって言ってたら、ありがとうって言われるようなことが、いっぱいやってきます、ね、出した言葉のことが返ってくるので、ああ宇宙、まあまあまあ宇宙はちょっと先に出てくるのでね、宇宙真理の話は先に出てくるので、だから何するの、目の前のことを一生懸命やってたら大丈夫ですよっていう話をできてよかったね。はい、ほっほっはははほっほっはははイエーイ、はい、いいだ、いいだ、イエーイ、オッケー。でこじゃない、なんとかなる、大丈夫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 、なんとかなる、大丈夫かよ、なんとかなる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 、焼肉、ついてる、大丈夫かよ、ついてる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 、よし、高評価ボタン、チャンネル登録、お腹へこませエクササイズ、夜の生理体操、初日の第一は、笑う体操、めちゃめちゃ簡単、栄養の話、ね、よし、OK、お、12分。よっしゃ、じゃあついてる笑顔でにゃ、おお、じゃあ49で終わらせてもらいます。5、6、7、8、プチー。